ップにはバーッとバブルになる。だけどバブルになった後デフォルトになる。で、その瞬間ですね、日本円、日本国債が使えなくなるので、日本に国債を買ってもらって中国、アメリカもダメになる。そうするとデフォルトドミノになる。バタバタバタってなってくる。そうなった時に、いや、我々の生活は大丈夫だ。どうしてかというと仮想通貨暗号資産があるから。これを一般に流通するような形になる。それはね、やっぱりいろんな問題もあるしねってことで、デジタル中央銀行通貨っていうのが、BIS が大元を発行する形で出てくる。課題先進国であるがゆえに我が国はですね、大変なことになるんですよ。わーっと上がって、わーっと落ちる。で、わーっと落ちた時に、新しい科学の社会実装だってなってきたときに、当然いろんなたくさんのですね、ベンチャー企業できるんですよ。で、おそらくそれはですね、イスラエル戦争も、返してやってくるですね、イスラエル勢なんかはすごくやってくるだろうし、西海岸からも大量にやってくると思うんです。なんで、イーロン・マスクも、ピーター・ティールなんかもね、みんな好きなんですよ、日本が。どうしてかって言うと、そうなるってこと知ってるから。うん。ってことは知らないの、私たちだけなんですよ。